はい、ということで今起きました。霊夢、一言だけ言いたいことがある。お前起きるの遅すぎだろ。なんだよ、18時起床って夜勤勤務の人じゃないんだからさ。あ、実は昨日徹夜で受験勉強してたから寝不足なんだよ。うん、字幕が全てを物語ってるね。絶対徹夜でゲームしてたね。くっ、なんでバレたんだ。バレない方がおかしいんだぜ。ところで何のゲームをしてたんだ、スプラか。いや、トランプ。トランプ？任天堂の新作ゲームか。カードゲームのトランプだよ、わかるだろ。ところで今は何をやってるんだ。カカオ採取しているところよ。寝起き早々カカオ採取するな。え？朝起きたらカカオ採取するなんて当たり前だよ、みんなもやってるよ。やってるわけねえだろ。正直にカカオ採取を一般常識みたいに言うな。てかお前さっきからどこ見てんだよ。強いて言うなら未来ですかね。他の人のネタをさも自分が考えたかのように見せるな。それお前が考えたネタじゃないだろ。はい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 、カカオを植えていきますよ。毎日カカオを取ってるのか。もちろんもう倉庫にはカカオしかないよ。なんでそんなにカカオを取るんだ。そりゃチョコレートを作るためだよ。マイクラにチョコレートはないぞ。え、よし、カカオ取るのやめよう。すがすがしいぐらいすぐやめるやん。というわけでお次は竹を取っていくよ。あの竹林が今回犠牲になる竹たちだな。犠牲になるっていうな。まあその通りだけど。では早速切っていくわよ。やっぱり環境破壊は気持ちいいね。環境保護団体に殺されるぞ。環境破壊はいけないことだね。みんなで環境を保全していこう。すがすがしいまでの手のひら返しで草。さっきまで環境破壊は気持ちいいとか言ってたくせに。マリサ、それ以上喋ったらずっと蚊の葉音がする現象を聞かせるぞ。何そのちょっとめちゃくちゃ嫌な嫌がらせはやめて。で、竹取ってる間にいつもコメント返信をしています。さて今日はどんなコメントが来てるかな。いつも見てません。応援してません。頑張らないでください。おい、誰だこのコメント書いたやつ。プププめちゃくちゃに言われてんな。クソ、次見つけたら容赦はしないからな、覚えとけよ。次で最後のコメントにしよっかな。おい、まだ全然コメント読んでねえじゃねえか。まあまあ次のコメントは面白いから多分マリサも笑うと思うよ。これで面白くなかったら容赦はしないからな。はいはい、じゃあコメント見せるね。マリサはクソゴリラ。おい、誰だこんなデマを書いたクソ野郎は。ふざけんなよ。プププめちゃくちゃに言われてるわね。本当に腹が立つのぜ。で、このアイコンの顔どっかで見たことがあるんだぜ。あ、これよく見たら霊夢じゃねえか。あっ、やべ、バレた、逃げろ。あいつ逃げやがった、許さん。ふう、ひどい目にあった。もうこんなことすんじゃねえぞ。はい、もうしないっす先輩。ところで霊夢、今は何やってるんだ。地球の環境に配慮して竹を植えてるんだよ。お前、環境に配慮って言葉を使っとけばいいと思ってるだろ。そそんなわけないじゃん。めちゃくちゃ焦ってて草。見て見て、マリサ、竹がもう育ってきてる。ふん、それがどうした。いや、急に冷たくなるやん。てか今さら気づいたんだけどさ、霊夢なんか経験値多くない。気のせいっすね。絶対気のせいじゃないだろ。というわけで私はこれから二度寝します。お前マジで何やってんの。安心して、この後にも何回か二度寝するから。安心できねえよ。まあまあ二度寝っていうのは生命活動をする上で一番大切な行為ですから。んなわけないだろ、ばっかじゃねえの。ハッカユがなんだって。もうダメだこの人。ほらほら、マリサ、二度寝したおかげでいい天気になったよ。このように二度寝をすることによって世界は救われるのです。二度寝を正当化しようとすな。てか全く世界は救われてないからね。ピエン。ということで強制労働をさせていきたいと思います。お前さらっととんでもないことを言ったぞ。大体想像つくけど誰に強制労働させるんだ。それはもちろんこいつらです。でしょうね。やっぱり村人を無限に働かせるほど楽しいものはないですからね。マジでそろそろ本格的にどっかの団体に怒られそうだからやめとけ。やめないよーん。マジで腹立つんだけどこいつ。ところでこの建物では何を作ってるんだぜ。作物、即答すぎる。ちなみにこの作物収穫機では数種類の作物を収穫できるようになってます。一つだけもう調理されちゃってるじゃん。それで毎日どのぐらい収穫できているか見ているんですよ。なるほどな。大丸で霊夢の借金ぐらい人参が溜まってるな。そんなに借金ないわ。人参以外にもジャガイモも収穫できちゃうんですよね。てかこのジャガイモマリサに似てない。遠回しに私のことディスってない。ビートルートも収穫できます。ちょっと待って、このビートルート霊夢に似てない。いや、共通点色だけだろ。え、本当に共通点色だけだよね。めちゃくちゃ気にしてて草。実はここの装置、パンも収穫できます。家畜の餌にしてはちょうどいい量だな。ついに人間として見られなくなった村人さん、かわいそうって。この収穫機なんと小麦も収穫できるんですよ。多分このチェストに腐るほど小麦が入っているはずです。ほーら、この通り数えきれないほどの小麦が収穫されてますね。小麦のこの字すらないですけど。なんで小麦だけ全然収穫されてないんだよ、ふざけんな。いつまで回ってるんだよ。もうこんなうんこ施設一生行くもんか。作ったのあなたですけどね。うるさい。あそこに謎の黒色の生命体がいるので今から生命活動を停止させていきたいと思います。エンダーマンな。あと生命活動を停止っていう表現やめろ。じゃあぶっします。それは完全にアウト。もうちょっとオブラートに包んだ表現とかできないのかよお前は。できないよーん。煽り性能高すぎだろ。てかこう見るとエンダーマンって可愛いね。どう見たら可愛くなるんですか。討伐成功。スルーしようとするな。
というわけで今から村に行こうと思います。暇だから。おいこいつ本音嫌がったぞ。まあでもどんな感じの村なのか気になるし一回見てみるか。多分マリサも気に入ってくれると思うよ。マジか楽しみなんだぜ。見よ、これが私の村だ。これは村と呼んでいいのか。いや誰がどう見ても村でしょ。お前相当狂ってるだろ。せめて屋根の下で寝さしてあげろ。もうこれは雨が降った時とか地獄だぞ。それにこの村なぜか家が一個しかねえぞ。前の動画の時はもうちょっと村らしかったのに、動画一本の間に一体何が起こったんだ。てかさっきから無言顔なの怖いからやめろ。じゃあちょっと村人さんにインタビューでもしていきましょうか。私のことスルーすんな。この村についてどう思いますか？とてもいい村だと思いますよ。活気もありますし、何より住人が皆さん明るくて優しいです。ぜひとも一度この村に訪れていただきたいです。あ、こんな感じでいいです。ほらマリサ、さっきの村人のインタビュー聞いた？この村のことをとっても良い村って言ってたよ。霊夢、お前絶対村人のことを金で釣ったな。そんなわけなないじゃん。おつぼしか。いや図星じゃない。いや図星だな。そんなに私のことを疑うんだったらいいだろう。アイアンゴーレムに本当のことを教えてもらおう。それはいい考えだな。アイアンゴーレムさん、私が村人を金で釣って事実とは異なることを喋らせるわけないですよね。お前村人を脅して事実とは異なること喋らせとったやん。霊夢さん、これはその違うんだよマリサ。何が違うのかな霊夢くん。いやそれが怒らないからさ、本当のことを言ってごらん。絶対本当のことを言ったら怒るやつだよね。もう顔に正気がないもん。あ、ちなみに村人にはちゃんと職場も用意してますよ。霊夢にしては偉いな。ちょっと待って、こいつ村人監禁してね。これはどう見てもアウトだろ。前の作物自動収穫機の労働環境とは比にならないぞ。して殺して。ほら見た？この職場のことを楽しいって言ってるよ。どう見ても楽しいようには見えねえよ。マジで頭のネジ外れてるよお前。そうかなじゃねえよ。はぁ、こんな奴が日本を引っ張ってくと思うと心が苦しいな。こんな奴言うな。ということでね、これからちょっと採掘場に行こうと思います。ちょっと霊夢いいか？いいけど、どうしたの？22時はモーニングルーティンじゃなくてもうナイトルーティンだろ。そうかなじゃねえわボケ。お前モーニングルーティンって知ってるか？もちろん知ってるよ。嘘つけ。よし、採掘場に着いたよ。ということでダイヤをいっぱい掘るぞー。前は鉄不足だったけど今はダイヤ不足だもんな。わらわらわら。何はロトンねん。それでは早速掘っていきましょう。ダイヤ見つかるといいな。大量だ。それはよかったな。ちなみにダイヤは何個取れたんだ？ 10 個か？ 100 個か？それとも聖子だよ。わらその顔でわらわら言うな怖いから。めちゃくちゃ採掘したのになんでダイヤモンドの一つや二つ出てこないんだよ。ふざけんなー。ところで何分ぐらい掘ってたんだ？1時間ぐらいか？いや5分。すっくな。もうちょっと掘れよ。だからダイヤが取れないんだよ。そうかなじゃねえわ。もっと真面目に掘れよ。真面目に掘ってるよーん。顔が真面目じゃないんだよな。なにこの巻きまずいんだけ。見てよマリサ、この畑すごいでしょ。一度に大量の野菜さんを収穫できるんだよ。それはすごいけど、作物自動収穫機があるからこんな畑いらないんし。それ以上言ったらわかってるよね。わかったから近い。ということでこの野菜ちゃんたちを今からさばいていくわよ。魚じゃねえんだからさばくって言い方おかしいだろ。ではまずはビートルートからさばいていきます。ふう、この規模の畑になると収穫するだけでも一苦労だわ。そうだな、霊夢なんて苦労しすぎて失神してるもんな。誰か救急車。というわけで収穫した後に種まきをしないとおばあちゃんに八つ咲きにされるので種まきをしていきたいと思います。お前のおばあちゃんコッパ。よーし、種まき終了。でかした。ちなみに余った種はこのチェストに入れます。おー、入れた種がどんどん消滅していくので、種が異空間にでも転送されたか。んなわけないじゃん、バカじゃないの。ちなみに消えた種はどこに行ってるのかと言いますと、チェストの裏にあるこのホッパーとコンポスターを通って骨粉になっています。で、その骨粉がこのチェストに行くってわけか。そういうこと。この種が5分になる音が好きだー。もうこの音を聞くためにマインクラフトをやってると言っても過言ではない。いや過言すぎるだろ。この音を聞くためだけにマイクラやってる人多分お前だけ。というわけでこの調子でジャガイモと人参も収穫していきたいと思います。うわー、この土うぜー。誰だよここ踏み荒らしたやつ。お前だろ。あー、もう日が暮れちゃったよ。作物の収穫って手動でやると結構時間がかかるからな。ついでにサトウキビも収穫していきたいと思います。サトウキビはさっきの作物たちとは違って種まきはしなくていいし、収穫も簡単なのでめちゃくちゃ楽です。だから私はサトウキビが大好きだー。ね、マリサもそう思うでしょ。てかさっきからなんで死んだ魚の目をしてんだよ。怖いからやめろや。何黙ってるんだよ。このまま無視するつもりか。もしこのまま無視を続けたら私の右ストレートが貴様の顔面を直撃するぞ。ごめんね、てさぁ。しょうもね、ぶっすぞ。はい、キングイッター、行っちゃったねー。もうあなたの人生終了です。こうして霊夢の人生は終了したのである。まあこういうことがあるので軽い気持ちでぶっすというのはやめましょう。ということでこれからは霊夢の代わりに用務が出るにょん。もうそれ霊夢のルーティンじゃなくて用務のルーティンじゃん。ちょっと待ったー。なんだ？勝手に私の座を奪うんじゃねー。視聴率が下がるだろうがよー。何事もなかったかのように戻るな。お前って意外と強かったんだな。
というわけで養蜂場にやってきました。霊夢よ、一つ言いたいことがある。何？何ですか？25時って？あれ？もしかして1日は24時間ってことを知らないの？あ、知らないっす。まさかのネタじゃなくてガチで知らない人だった。てかものすごい量のハチがいるな。どう？めちゃくちゃ可愛いでしょ。まあ確かに可愛いかも。というわけで今からこのミツバチたちに刺されたいと思います。は？あのなあ、霊夢、ミツバチを甘く見ちゃダメなんだぜ。ミツバチはなあ、ここの毒はそんなに強くないが、集団で襲ってきて一斉に刺してくるんだぜ。刺されると激痛がしてとても痛いし、それにミツバチに刺された回数が重なるとアレルギー反応が現れて、ひどい場合死に至ることもあるらしいぞってインターネットに書いてあった。結局インターネットかい。まあミツバチに刺されるのは危険だってことは分かったけど、我慢できないんで刺されます。究極のド M やん。そうです、私はド M です。まあド M なのはいいとして、本当にどうなっても知らないからな。はいはい、分かった分かった。というわけで早速ハチちゃんたちを怒らせていきます。おーおーおー、一斉にハチちゃんたちが怒り出したぞ。これはちょっと痛いかも。これ待って、やばいかも。やばい、毒が回ってきた。普通に死ぬ、早く脱出しないと。ふう、危なかった。マジで集団で襲ってくると収拾がつかなくなるなー。てかめちゃくちゃ毒針刺さってるじゃん。ちなみにミツバチは他のハチと違って一回毒針を刺したら死んじゃうんだぜ。え、そうなのー。それならやらなきゃよかったよー。だからどうなっても知らないと言ったのに。だから視聴者の皆さん、ゲームでも現実でもミツバチにわざと刺されるようなことをするのはやめようね。そんなことするやつ霊夢だけだわ。視聴者なめんな。まあでもみんなもハチには気をつけてくれよな。何この教育チャンネル。あ、ヨウム生きてたんだ。生きてるわ、勝手に殺すな。今私はどこに向かっているでしょう。アイアンゴーレムトラップだろ。即答すぎだろ。なんでわかったんだよ。そりゃ霊夢の顔に書いてあったからだよ。いや、書いてあるわけないやろ。な、ないよね。書いてあるわけ、書いてあるわけあったわ。てかマリサ、こんなちっちゃい字よく読めたな。視力バグってるやんけ。控えめに言って怖いわ。蜂に刺されたいとか言ってるやつが言うな。てへぇ。相変わらず煽り性能が高いな。ちなみにこれが私の使ってるアイアンゴーレムトラップですね。マジで効率よくて控えめに言って神です。めちゃくちゃベタ褒めするやん。いや、ちょっとマリサがこのアイアンゴーレムトラップの効率を舐めてるので目に物を言わせていきたいと思います。舐めてないわ。いや、本人はこう言ってるけど心の中で舐め腐ってるんで、この中に入ってるエグい鉄の量を見せてびっくりさせたいと思います。だから舐めてないわ。マリサよ、見て驚くなよ。これがこのアイアンゴーレムトラップの効率だ。思ったよりインパクトないな。いや、もっと驚けよ。本当は驚いてなくても、そこはコメンテーターとして驚いたふりをしろ。めちゃくちゃめたいこと言うやん。てか鉄ブロックでラージチェストが全て埋まってるかと思ったら、よく見たら違うアイテムでかさ増ししてるやんけ。うるさーい、それ以上は喋るな。ごまかそうとしてももうバレバレなんだぜ。クソが。霊夢、今何してんだ？階層を取ってるんだよ。へえ、なんでだぜ？それはこれからわかるわよ。なんでこれからわかるのぜ？それは今説明すると尺が足りなくなっちゃうからかな。なんで今説明すると尺が足りなくなっちゃうのぜ。聞きたがりか。マリサ、さっきから質問しすぎだわ。なんで質問しすぎたらダメなんだぜ。もういいわ。というわけで私が階層を取っていた理由を言いましょうか。私が階層を取っていた理由はズバリこれだ。美味しそうなメロンだね。は？あ、もしかして亀の甲羅をメロンと間違えた？そんなわけないじゃん、バカじゃないの。めっちゃディスられた。でもじゃあ亀の甲羅じゃないならメロンなんてどこにあるの？いや、普通にこの亀の画像の下にあるやんけ。はぁ？なんで一レイヤー下にあるメロンの画像が見えるんだよ。マリサの目どうなってんの？あ、いけないいけない、話がずれるところだった。それで海藻を取ってた理由はウミガメです。ウミガメと海藻、何の因果関係があるんだ？それはですね、実はマイクラのウミガメは海藻をやると卵を産むんですよ。なるほど、ウミガメを増やすために海藻を集めていたのか。でも何のためにウミガメを増やしているんだ？そんなの一つに決まってるよ。このマイクラの世界をウミガメが支配する世界にするためだよ。新手の中二病かな？まあいい夢だと思うけど、多分カメを1000匹ぐらい増やしたところでワールドがクラッシュするね。よし、パソコン買い替えよう。金ないわボケ。こんな感じで亀が卵を産むので、シルクタッチで回収します。まあ10個ぐらい回収したんでいいでしょう。一応亀とのツーショットも撮っとこうっと。本当にスクリーンショット撮っててくさ。よし、ここにはもう用はないな。脱出。てか歩いてたら謎の施設がありました。なんだっけな、この施設。お前が作った施設だろ、忘れんな。本当に霊夢は忘れっぽいんだから。いやー、それほどでも。褒めてねえわ。見てよマリサ、お羊さんがたくさんいるよ。これは簡易的な羊毛自動収穫機だな。へえ、だから羊さんがいっぱいいるのか。なんでここだけいないんだよ。どっかに逃げたんじゃない？んなわけねえだろ。ここが回収層になってるのね。ちゃんとホッパー付きトロッコで羊毛が回収されてチェストに送られているのか見てみようぜ。わかったわ。ちゃんと羊毛が回収されてたな。てかお前どんだけ屈伸運動するねん。圧倒もこんチャッス。圧倒もこんチャッスじゃねえよ。霊夢何してんのマジで。いやー、ちょっとここのとこだけ羊さんがいなかったから、ここを自分の家にしただけだよ。は？霊夢は自分の家があるだろ。え？どこに？え？どこに？じゃねえ、前作っただろ。この家だよ、忘れちゃったのか。あー、この家ね、なんか気に入らなかったから燃やしちゃったよ。マジで何やってんの霊夢。てか地味に霊夢も燃えてるじゃないか。まあでも屋根だけだし。屋根だけでも良くないわ。てへー。ぶっ飛ばすぞ。まず言いたいことが一つある。
時間バグってんじゃねえか。なんだよ30万字って。もはやこれ時間じゃなくてなんかの暗号だろ。多分編集中のウプ主が時間を打ち間違えただけ。ウプ主末期やん。一体どんな打ち間違いをしたらこうなるんだよ。今私はどこに向かっているでしょうか。地獄。正解はゾンビトラップでした。なんかつまんない場所だな。黙れ。でこのトラップは効率は悪くないんですけど効率が悪いです。本動画最大の矛盾きたな。でもこれはマジでして道具の修繕をするたびに毎回冗談なしで30分ぐらいかかりますからね。トイレに1時間かけてるやつが30分やそこらで騒ぐな。1時間じゃなくて55分だわボケ。誤差で草。まあ要はもっと効率のいいトラップが欲しいってわけで私霊夢なんと録画外で頑張っちゃいました。録画内で頑張れや。やだ録画すんのめんどくさい。こいつゲーム実況者として言ってはならないこと言いやがったぞ。ところでその効率のいいトラップって何なんだぜ。それはついてからのお楽しみというわけで早速トラップのあるところまでレッツゴー。そのトラップはですね実はネザーにあるんですよ。絶対ゾンビグトラップやん。いやわからないかもよ。まあ案の定マリサの言った通りゾンビピグリントラップなんですけどね。本当に案の定で草。本当にこのトラップ効率がすごいんですよ。ここに突っ立ってただただクリックしてるだけで簡単に100レベルいきますからね。あーだから霊夢にしては経験値レベルが高いなって思ったわけだ。霊夢にしてはっていうな。というわけでちょっと100レベルになるまで放置していきたいと思います。諦めました。諦めるの早すぎだろ。てか地味に経験値レベルが減ってんのおもろい。どうして増えてるんじゃなくて減ってんだよ。いやー瞬きしたらなぜか減ってたんだよ。普通にホラー全開で草。てかちょっと待ってフェードアウトしてないこれ。もしかしてこのまま終わり。冗談じゃねえよ。というわけで霊夢のモーニングルーティンはどうだったでしょうか。モーニングルーティンというよりかはナイトルーティンだったような。なんか喋れ。